岐阜県の新年度予算案は、一般会計の総額が8420億円で、今年度より161億円増え、8年連続の増額となりました。県内の豚およそ6割が殺処分となる被害が出た豚熱については、経営再開を目指す農家の支援や野生イノシシへのヘリコプターによるワクチン散布の費用など17億円余りを計上しました。 また去年7月、岐阜市で中学3年の男子生徒がいじめを苦に自殺した問題を受け県内の小中学校でのスクールカウンセラーの配置拡充などいじめ対策への費用としておよそ4億円が盛り込まれています。